皆さん、こんにちは。今日は漢字を勉強します。漢字を2つ勉強します。では、はじめにこの漢字です。この漢字読み方は何でしょうか今日これ、えっと、読み方1つですね。読み方1つです。言うですね。言うと読みます。読み方が分かったら、もしかしたら意味が分かったかもしれないですけど、この意味ですね。はい。 では、えー、単語を3つ見てみましょう。はじめに多分これ皆さんが一番この漢字をよく使う単語かもしれません。輸入ですね。輸入。アメリカからオレンジを輸入する。アメリカからオレンジを輸入する。はい。で、えっ、ー、と、今日本にいます。で、アメリカからオレンジを輸入する。 というその外国ですね。海外から何かを買うというのが輸入ですね。輸入する。輸入の反対は輸出ですね。輸出は海外に売るということですね。では次です。この左の漢字は秘密の密ですね。密輸と読みます。密輸ですね。海外から 動物を密輸して逮捕された。海外から動物を密輸して逮捕された。はい。これどういう意味でしょうか密輸というのは、あの、秘密でこう持ってくるですね。他の国から秘密で持ってくる。つまり、法律的に本当は持ってきちゃいけないものを秘密で持ってくるというのが密輸です。で、逮捕される。 逮捕されるっていうのは警察に捕まるということですね。よく空港であの逮捕される、この密輸で逮捕されるっていうニュースが、まあ、よくじゃないけど、時々聞きますね。れ密輸と言います。じゃあ最後です。これはどうでしょう。ゆう、これ、輸血と読みます。輸血。血はどういう意味ですかこの漢字。 これ、血ですよね。血の意味ですよね。はい。手術、手術の時に輸血が必要になった。手術の時に輸血が必要になった。ですね。手術は、あの、手術ですね。体を切ってなんか治す手術ですよね。輸血っていうのは、あの、他の人の血をもらうことですね。それが輸血ですね。他の人から、こう、血を、 その人の体に入れることが輸血ですね。これ輸血と言います。はい。いいですかもう一つの漢字に行きますね。もう一つの漢字もちょっと、これ見てください。形が似ていますね。どうでしょうこれは読み方二つあります。なんとなんでしょうか和と輪ですね。和と輪と読みます。 でまあ、この丸いという意味ですね。で、この車とか自転車もこう丸いタイヤがありますよね。だからその意味で車とか自転車っていう意味でも使います。では,は、初めにこれです。三輪車ですね。三輪車。これ、漢字から意味がわかるかもしれないんですけど、小さい子供が三輪車に乗っている。 小さい子供が三輪車に乗っている。三輪車っていうのはよくそのすごく小さい子供が乗る三つタイヤのついてる自転車みたいのですね。それが三輪車ですね。三、まあ、つタイヤがあるから三輪車ですね。はい。あとこうサーカスの、あれ、一つだけのタイヤのやつは一輪車と言います。一輪車がこの一つのサーカスのやつですね。はい。では次です。 駐輪場ですね。駐輪場と読みます。この駐輪場は6時間100円です。この駐輪場は6時間100円です。駐輪場なんでしょうね。これ、駐車場は皆さん聞いたことありますか駐車場は車を止めるスペースですよね。 駐輪場っていうのは自転車を止めるスペースのことです。自転車を止めるところを駐輪場と言います。車を止めるところは駐車場。で、自転車は駐輪場です。では最後です。これは輪じゃなくて和、首輪ですね。首輪と読みます。犬のかわいい首輪を見つけた。犬のかわいい首輪を見つけた。 で、これ首は首ですよね。で、首の輪だから、こう犬の首にするあれですね。これを首輪と言います。で、あの、人がするあのネックレスは日本語でもカタカナでネックレスです。だから首輪っていうのはその動物がつける。よく犬ですね。犬がつけてるあれだけを首輪と言います。 ではえ、復習クイズをしてみましょう。今日の2つの漢字はちょっとどっちがどっちか分かりにくかったので気をつけてくださいね。では,は、初めに読み方です。何々に乗って遊ぼう。これ読み方はどうでしょうじゃあ、答えを言いますね。答えは、 2番です。三輪車ですね。三輪車に乗って遊ぼう。三輪車はあの子供のための3つタイヤがある乗り物でしたね。ではもう一つです。日本は中国からお茶を輸入している。はい。輸入はどれでしょう漢字似ていますので気をつけてください。答えは1番です。 答え、この輸入という漢字はこの一番の漢字ですね。はい。できましたかでは、えー、今日の漢字のレッスンはこれで終わりです、えー。私のウェブサイトと、あとパトレオンのサイトもよかったらチェックしてみてください。では、今日もありがとうございました。